この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おいどうもおいどうも、いやいやいや、あまた偶然出すのや、偶然あらどうしましょう、2杯ともあれですか、だって今日曜日もう一杯出すじゃないですか。もう一杯、広島式、辛いけんね。明日の5月26日ジロヘイゲリラ限定は選べる2種から岩手のあの名店インスパイアラーメン味噌キムチ納豆ラーメンと冷たくて辛い広島つけ麺です。さああなたはどっち。ちょっとじよいしょ、これは、おー、うまそう。これはね、あのペーストペーストにしました。今この時期、納豆汁のも取ってなかったんで、あー、うん、手作りペーストですか。そうです、これじゃ2時間かかりました。うわ、まあ、その間に自分の動画作っちゃおうと思って2時間、ペースト作りすごい、すり鉢で、うん、そうなんすよ。お、キムチが入りました。キムチ、一気に強火、納豆ペーストが入ってキムチが入って、一気に強火、いい香りがしてきました。県外仙市大曲上栄町にある麺屋ジロヘイは月限定メニューや毎週日曜日のゲリラ限定メニュー、その日にしか味わえない一杯が楽しめる。きっとあなたのお気に入りの一杯がそこにあります。365日年中無休です。デデデデデデでは使える感じです。ロボさんが今食べてるの、私は食べて。もうちょっと時間あげてやつですか。すぐできるから。ああ本当に。はい。ありかなしで言ったら。ありっていうのあり。今日はシラフです。今日はお酒は飲んでおりません。この岩手の名店インスパイアの味噌キムチ納豆ラーメンですが、本場岩手のお店には行ったことがないんです。味噌と納豆とキムチ、これが合わないわけがないんです。正弘社長が2時間かけてねりねりした納豆ペーストがいい味出しております。うん、こんな状態心配してきた、秘密兵器。とろみがあっていいですね、スープ。一回も麺はね、しよし次の辛み出たな。どうもデデ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 デ
いただきます。白髪にキュウリ、キュウリ入ってますね。そしてチャーシュー、でこれは何だ、キャベツか。美味しそう。冷やしつけない、うん、名前がはっきりわかんない、うん、食べたいな、食べたいな、あれ、うん、そんなのあっという間なくなっちゃうよ、うん、うまいチーズだな、うまいね、うん、ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。キャベツ高くねっすか。キャベツ値段高けー、今ようだけもするっすね、うん、高級、そう高くて、うん、うん、あらまあ、あら、いらっしゃい、いらっしゃい、あ、YouTuber の人たちだよ、うん、あ、うちのジムの人たち、あ、本当にジムの娘さんたち、あ、なるほど従業員の方です。食用アマガエルチャンネルをメンバーシップになって応援してみませんか。特盛りコースと大盛りコースからお選びいただけます。メンバーだけの限定ライブやオフ会の案内などメンバーだけの特典をご用意しておりますので、ぜひともメンバーになってください。よろしくお願いします。食用アマガエルチャンネルはラーメン店さんからの撮影依頼を随時受け付けております。食用アマガエル公式ツイッター、インスタグラムのダイレクトメールよりご連絡ください。お待ちしております。